立ち回り変えないとな。テストサーバー気楽にやれるな。待て待て、ここでこんなにアイテム出ないことあんのかよ。アイテムの脇も変わったんじゃねえの。嘘だ。はあ、ここで武器一個も出てないの俺初めて見たぞ。嘘だろ、こんなことあるんだね。アイテムの湧き方も変わったんじゃないですかね。頼む、この辺にあってくれ。嘘だ。武器のドロップ率を低下させました。新調整。こんなことあるんだな。最後ショットガン強くなったんだっけ。あ、うんぴ強化されたんだっけ。とりあえずこれ使わなきゃ始まんないだろう。416撃ってみるか。とりあえず普通に彼のアイテムはもう取れない。彼のアイテムはもう取れないだろう。どうするか。まあ、うんぴとりあえず撃ってみるか。違いがわからない。正直何も違いがわからない。違いがわからん。俺うんぴ使わないから違いがわからん。わかんねえ。何にもわかんない。 AR も正直わかんねえ。何が変わったんだろうね。まあもうちょっと遠くの距離で撃たないと分かんないし、サイトもつけてないから、サイトつけてないと反動が分かんないから、もうちょっとあれでやってみないと分かんないっす。倉庫かな、あそこの。いかつい銃声鳴らしてるね。わかんねえ、違いが。
これなんじゃこれ、いらねえだろう。これ以上めんどくせえもん増やすんじゃねえ。これ以上スコップ増やすな、めんどくさいんじゃ。いや、いらないわ、めんどくさいんじゃ。これ以上スコップ増えんのダメですか、こんなこと言っちゃ。4倍を2倍か2倍とかに、いや、まあいいや、あのめんどくさいわスコープ変の。いらねえぞ本当に。増えるのがめんどくさい。等倍が欲しい。等倍で打たないとわからない、ハンドの増加とか。どこだ俺が最初さっき倒した人。あった、アドレナリン6倍スコープ。はあ、何それ、6倍もあんの。もういいよ、めんどくせえわ。購読ありがとう。いや、めんどくせえわ。感謝します。6倍。はあ、いや、いらねえだろこんなたくさんスコープ。本当にいらないと思うんだけど。いや、めんどくせえだけだろ。4倍と8倍でいい気がするけど、まあいいや、めんどくせえアイテム変の。俺はいらないと思う。他の人は知らんけど、俺は倍速増える。俺正直2倍スコープもめんどくせえと思った、データ当初は。まあもう慣れたけど、正直めんどくせえと思ってる、スコープが増えるのは。俺はね、いらないと思ってる。公式パートナーだから意見を言った方がいい。いやー、俺が意見言った方が取らないでしょ。公式パートナーってそういうもんじゃないし、ただカスタムサーバー持ってる人だ、持ってるってだけだから、そういうのに口出しするあれはないよ。まあでも俺はいらないと思うけど、めんどくさい。まあ別にあっても困んないけどね、あっても困んないけどね、別にいいけどね、いいけどね、本当にあってもいいけど、あってもいいけど別にいらない、めんどくさい。結局エアローニコールはどんな感じなんだろうか。30発撃ってみる、この辺でリロードも確かめたいし。別にリロードそんな分かんないけど、30発ってあんま分かんないな。リコール確かめてみるか。これ太刀打ちするか、じゃあどっかで。壁が欲しい。リコイルコントロールなし、太刀打ち、たくさついてない。確かに結構きつい、横にブレる。すげえ横にブレてる気がする。まあたくさないからな、横にすげえブレるね。これはちょっと距離離れたらきついかもしれない。アングルが安定かな、こんなん抑えれない。あと、あ、こんなの横を絶対制御できないから、横はかなりきついからアングルが安定かもしれん。絶対当たらんぞこんな、ちょっとでも距離空いたらぶっぱじゃ当たらん。SLR っていう武器が増えたんだ。 SLR ってなんだ、聞いたことない。チクパ持っていくか、一応その武器のために。 DMR かな、 SLR っていう武器が増えたっぽいな。なんて武器なんだ、どういう武器なんだ。
アドレナリン普通湧きっぽいね。敵が持ってた。決めとくか。気持ちいい。アドレナリン決めといたわ。普通湧きっぽいな。DMR SKS とか MK1 みたいな連射できるスナイパー、セミスナみたいな感じ。デザインドマークスマンライフルだね。セミスナっすね。出た、サンスコ。なんだよサンスコって、いらないだろ。なんだその中途半端。ミニ強化されたとかある？ちょ撃ってみるわ、ちょ撃ってみるわ。ミニ強化されたとかあるかな。あ、連射できるようになってる。ミニ熱いんじゃない。ミニ連射できるようになってるぞ。熱いのではミニ。まあこのラウンドミニ使いたいけど。あ、ミニ忘れた。ミニ使うか。じゃあ熱いんじゃないミニ。どう、ちょっと使ってみる。AR のリコイルも試したいけどな。どうしようか、どうしようか。じゃあ AR 捨てよっか、このラウンドは。このラウンド AR なしでいこうか。なぜか、なぜか AR なしという選択肢。縦に跳ねる。結構リコイルがきつい。一発目の連射できるからそう思うだけかな。結構リコイルきついかも。これリコイルコントロールしながら、これはちょっときついな、ちょっときついな。まあ一回使ったからいいや。もうこれちょっときついな。難しいぞ使い方。リコイルコントロールしながら、これはこのタップはなかなかできないぞ俺。あまりできる気しないな。まあでも前よりは強いんじゃないですかね。前よりは強いんじゃないですかね。どうせ遠距離頭しか打たないでしょ見に行って。もともと頭2発ぐらい打つ武器でしょって考えると、近距離対応できるようになった分、別に強いと思うけど、前よりは俺強いと思うけど、前近距離で無力すぎるわ。強いと思うけどね。6スコ、そんなに出るんですかこれ。あ、 DMR が一緒になってる。見てサプレッサー。へえ。SKS、 まあ SR でいくか。ホログラフィックサイト、あ、サイズ修正する、でかい。ん？ページアップダウンキー。ん？どういうこと？おお！おお！すげえ！なにこれ？これは熱い。どれにしようかな。これすごくね？ちょっと待って。これすごくね？まあ俺これでいいけど。これいいんじゃない？これやりやすそう。俺これいい、好き。これ BF にあったじゃんこれ。コブラ、コブラじゃないこれ。コブラ、あっち。すげえこれ。これは、これは帰れない。あざっす。緑にしようか。あんま見えないな。おお、これでやってみよう。コブラ、コブラいいっしょこれ。これでしょ BF やってる人は。これでしょ BF やってる人はさ。あ、
若干ずれた。6倍の感度ってこれ何になってるんだ。ないし、これ何が提供されてんだ。これ2倍っすか。どれが、感度がなんか高い気がする。6倍購読ありがとうございます、感謝します。どこだ、それ美味しい。なんだこれ、ライトウェイトグリップリリース、リコイルリカバリータイムアンドリップのせいで、なにこれ、タップ打ちが速くな、良くなるのかな、多分リコイルの戻りが速くなるとかそんなんだと思う、説明的には。違う、ごめん、あんま分かんない、違うかもしれん。ブレやすくなるけどリコイルが、あ、そうか、日本語にすればいいのか、やっぱ。まあでもそうだよね、リコイルが戻りやすくなるんだよね。これ使ってみるか。タップ打ちの鬼になるか、タップ打ちの鬼にするぞ、タップ打ちの鬼、これニューメダルでしょ、タップ打ちの鬼見せてやるぜ、俺はこれを使ってタップ打ちの鬼になる、ニューメタ。結局 SLR とかやつ落ちてないんだけど、使ってみたいんだけどな、 SLR とかいう武器。感度高い気がするね、やっぱ。どっちかが当てるまで
SR 当たらん同士泥沼の打ち合いしようぜ。どっちかが当てるまで。ちょっとアングルも持っていきます。まあやっぱ普通の今までの装備と装備を使ってどのぐらい変わったのかっていうのがみんな気になるだろうから、アングルでいくわ。あった、たくさんあった。じゃあちょっと撃ってみるか、フルカスタムで。なんかちょうどいい距離感の場所ないかな。あんまここ近いな。ちょっと待って、ちょうどいい距離感のとこ探そう。上だけクリアリングします。これがアングルとタクストで伏せ撃ち、しゃがみ撃ち。いくよ。あれ、別にそんな変わんないけどな、アングルだったら。そんなにはアングルタクストつけたら別にそんなには。横辺ちょっと大きくなってる気もするけど。アングルの方がいいのかね。まあタクストつけたのもあると思うけど、タクスト外すで。タクスつけたのもあると思うよ。ほら結構きつい。タクス外すとあんまかんねえわ。ごめん、嘘。ちょっと変わったかな。でもタクストつけたらだいぶ、タクストつけないとむしろきついかもしれない、この武器。タクストつけたらだいぶ良くなる。タクストアングルならいいんじゃないですか。そんな変わんないんじゃない、そんなに。タクストゲー、じゃあアングルゲーかこれ。アングルゲーでしょ、アングルゲー。はーい、なんかいたんだけど。はあ、何今の足音。もう時間ねえのに、なんかみんないろいろ持ってるから。グローザーか、もういいやこれ。何これ、ちょとりあえず持ってくよ。これ説明教えてたいか。タングリップ、タングリップ、リデュースリッパーってか、はい、スイッ、縦反動が減る代わりに横反動がでかくなるってやつかこれ。増える代わりにか。やってみる、つけてみようぜ。サムグリップって読むの。みんなとりあえず持ってるよね、新しいやつは。俺がスナイパーでぶち抜いてやるか。6倍スナイプ見してやるぜ。止まってくれって言ってんの。止まれって言ってんの。止まってくれ。どのぐらい変わるか撃ってみるか。おお、全くぶれないぞ。縦の反動とかないぞ。え、全く縦の反動なんて気にならないぞ。これ強いんじゃない、これ最強でしょ。全くぶれないぞこれ。縦反動増えるっていうけど、別に縦反動なんてな、しゃがみ撃ちすればないし、このゲーム。これ強いんじゃない。そんなに悪くないんじゃない、ぶれない気がするけど。どうなん、悪くないんじゃないですか、そんなには。あ、分かんないけど、か、地面に向かって打ったからな。新しい車かもこれ、聞いたことない。走行音する、新しい車でしょこれ。おお、グラントリノ、グラントリノでしょこれ。グラントリノ、購読ありがとうございます、感謝します。生かした車乗ってんじゃん。
グラントリノでしょあれ。購読ありがとうございます。感謝します。本当適当にやってても死なないな。多分レートが高かったらとっくに死んでると思うけどな。適当に弾撃ってる時点で待ち伏せされて死ぬわ。やっぱレートがないから適当にやってても死なないな。みんな好き勝手試したりしてんじゃないかな。試したりしてんのもあるだろうし、いつものレートだったらもう絶対死んでるわ俺。3回ぐらい死んでると思う。あぶねえ。ゴリ押し。待って、この人。ギリセス持ってるから多分今持ってるぞ。あ、Sケースだ。このグリップ強いぞ。リコイルコントロールの増加を全く感じさせないんだけど。このグリップだからかな。別のグリップでもそうかな。正直変わらないぞ全く。これはまあいいや、今回はもうこれでいくか。別にそんな変わんないけど、リコイル変わってないぞこれ。別に何にも変わんない気がする。俺は AK ぐらい強くなるのかなと思ったけど、アタッチメントつければ、アタッチメント取るために動く意味ができたって感じなのかな。アタッチメントつければ何も変わらないぞこれ。全然ブレねえ本当に。初めての6倍スナイプ。まずは胴体一発。しかしそれだけだ。レートのないマッチでドンカツ、初ドンカツ、こんなに。